喋り始めていきたいなと思うんですが、寝台入れ替えが1月13日ということで、今日が1月12日なんで、明日が寝台入れ替え初日ということで、まあ、今バーッと全体的に見て回ったところで、まあ、何が入るんか、どれぐらい何機種ぐらい入るんかが分かんないので、まあ、ある程度、まあ、メイン機種は大丈夫だと思うんですけれども、バラエティなんかは少し注意しながら見ておきたいなと思います。北斗の拳とも、まあ、全体的にそうなんですけども、昨日が、まあ、かなり状況が良さそうな台が多いというところで、北斗の拳とも、まあ、初当たり20回超えてる台が数台あるんですけども、まあ、トモの台数の割合からして、まあ、まあちょっと難しそうではあるんで、まあ、抽選番号悪かった時にでも、取れると思うんで、まあ、2番3番候補としてぐらいの感じでトモは狙い台絞っていこうかなと思います。この時期の転生にしては通常時3000回転とか5000回転、まああんまり回ってない台もあるんですけど、でも6台ある中で結構回ってる方なんじゃないでしょうかね。だからまあこれは常日頃期待しながら打ってる方がおられる、まあ、みんな狙ってるってことなのかなと思うんで、狙い目になるのかもしれないですね。バジリスク絆、入場番号良ければ狙っていくと思うんですけれども、今まで回数ついてない台、へこんでる台の上げ狙いを、中心にやってきたわけなんですが、まあ、このバジリスクでいうと、前日 BC81 の60とで8700回転、かなりいい台なんですが、その前の日も、まあ、回転数と、まあ、まあ悪くなかったんかなっていうような回数がついてて、まあ、他にもそういう台がちょこちょこあるので、まあ、今までといい台の置き方変わってるのかもしれないんで、まあ、自分なりに、癖ちょっと見てみて、台を絞って、でまた次郎君と、絞り方についてまた相談しようかなと思います。傾向や癖を読み取りたいのでしっかりと下見しているんですけれども、人が集まりやすい寝台初日、ではなく、今日下見しているのは、まあ、寝台入れ替え前ということで、前日が1月11日111でなおかつ祝日ということで、その時人が集まっていたのか、前日がかなり数字ついてるんですよね。でそこから、まあ、ある程度上げ狙いであったりとか、まあ、いい台の据え置きであったりとかっていう部分があるのかないのかとか、まあ、いろんなことを考えながら下見していきたいんですけれども、まあ、こうやって見てると、まあ、上げ狙い一本で狙い台絞った方がいいのかなと思います。でも上げ狙い一つとっても数字ついていない、まあ、例えばこういった台を上げてくると考えるのか、まあ、それともまあこれとか1800回転2000近く回って初当たり2回っていう、こういうへこみを上げてくるって考えるのか、まあ、だから、まあ、4K メダル入った台を上げてくるのか、あまり角ついてない台を上げてくるのかっていうのが、まあ、いろんな上げ狙いの狙い方があると思うんで、一概に上げ狙いで狙いますと言っても難しい部分ではありますし、なおかつ、まあ、前台をいじるとは思うんですけど、いじらない可能性もあるんで、打ち替えない可能性もあるんで、そういったことを考えると今日回数ついてる台の横ら辺とか近辺がいいのかとか、まあ、並びで入る入らないとかも把握したいんですけど、なかなか難しいんでね、ちょっと明日は狙い台にあんまり自信がないです。なんで、まあ、臨機応変に行けたらなと。まず僕が、入場整理券の方が166番で、はい、僕が134番、うん、まあ、絶妙な悪い数字を引いたわけですけれども、まあ、200人近くいたかな、うん、そうやね、200人超えてたね多分。なんでまあまあそこまで悪くはない、悲観する番号ではないけれども、うん、まあ、俺は友を狙っていたから、うん、友がいいんじゃないかなと思っていたから、友でも打てそうじゃない、ギリ打てるのは打てると思うけど、朝一の合格だったりとか学訓っていうのに関しては見れへん台の方が多くなってしまうから、うん、なるね、どうしようかなとは思う。
うん。他の騎手は友以外なんかあった？ないね。ないか。友、うん、一本かな。まあでも今までの傾向ってなってしまうけど、友が割とここ最近行った感じだと、まあ、リセットは前代かかってそうという感じだし、まあ、学校は見れんくても最悪、まあ降格は見たいけどさ、まあいけるんじゃないかなと。狙っていけると。うん、その狙い台云々はあれやけど、そりゃ。たくさんは何狙ってた？俺も絆か番号悪ければ友かなっていう感じ。ああ、まあじゃあ2人とも友スタートかね。そうやね、取れればやけど、うん、友スタートで、まあ、状況見ながらって感じかな。じゃあとりあえず取れたら友スタートって感じだね。うん、友かな。はい、 OK です。お願いします。投げてます。お願いします。うわ、友が開いてない。これ取っていいかな。まず手目変わってないんで、ガックンチェックから。ガックン、まあでもまあ今までの傾向からしても全体リセットに近い状況であると思うんで、まあこの台、そして北斗の剣とも、あとはまあ仙台全体の状況だけしっかり見ていきます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ケージ場所が変わったんですけど、これは据え置きです。綺麗に回りましたね。リセット状況の確認をまずしていってるんですが、まあ、店内見ていってると据え置きの機種もありますけれども、まあ、メイン機種であるオスタラリーマン番長とか、まあ、増大された、あとは北斗転生とかはリセットっぽい挙動をしているので、北斗友とかバジリスク絆に関しては全然把握すらできていない状況なんですけれども、まあ、そのあたりはリセットがかかっているということなんで、まあ、そのあたり中心に狙っていけたらなと思います。そうっすよね。これって打っていいかな。打っていいっすよね。オーストラリーマン番長、当日107ゲームで開いたんで、まあ、この台はリセットの挙動をしていたので、狙って打っていこうかなと思います。番長が当日107ゲームで開いたから、番長が4台から6台に増大されて、うん、まあ、それだけで打つっていうのもちょっとあれやけど、まあまあ狙いことないと思うから打ってみるわ。 OK。 えリセットとか見れた？見てない。多分リセットだと思う。見てたけど。セオリーにとって
こ。ワオ。115枚終了です。
し、そしてその次が通常へ。で、大事なのは、まあ、モノポリスなんでね、ここでどのものに持ち行くのが大事。各ゲーム踏んだところで、この時にこう作れればモードいい、モードいい肉体ができるんで、それならね、右してくれないと。なんで、モード A をループしてます。ここだし、498枚終了です。番長全6台中5台が、ボーナス3回以内で全国に上がってますね。まあ、6台中5台なんで僕の台以外。島田といきます。コブリーと来たー、びっくりした。あ、ホット狙ってしまいましたけど、というわけで526ゲームジャックできました。というわけで整い行くぜ。ミドリオラ投資が600枚、剣を握るはこの肉体を苦闘し、頑張ります。ドクトラブ頑張ります。超大事なんでね、ナビなし。150枚、ラスト。10枚。わー、まあまあ、単発にしては結構乗せれましたね。ということで、ホットランブで上乗せが310枚。まあまあ、できた方じゃないですかね。ここから頑張ります。で、残りが406枚です。強チャンスで、さらに弱チャンスで、まあまあまあ、強調するからなんでね、実際エピソード。お、この動いてないんで、一回負けて、あー、そのまま。で、どっちが出るか。お、5勝破。さらにここで弱者詰め。
これで、ね、同時にね、残りもあるんでいいモードいけそう。オッケー、上出来400倍。で、残りが750枚なんで、更新いく大チャンスです。何も引いてないでバトル行ったんで、もしかしたら降格行ったんかな。上乗せ30枚。上乗せが50枚。上乗せが30枚。110枚。だって一撃1000枚。さあ、ここでいかへんかったらつらい。つらいというか、ほぼ通していくのは無理。なんとか、なんとか350とか引っかかってましたね。ただ64枚なんで、何ゲーム回せるか。20ゲームは回したいんですけどね、本当は。テリー 25% で時ストップ。うわ早い。11ゲームから連投し終わりましたね。その眼光、力は衰えていないようだ。だがこの俺の冒険、いつまで受け継ぐ。あなたは強くなりすぎた。そしてその野望も。はい、赤バイ。でも残りが128枚。さあ、時ストップしてるかな。してなさそう。さあ、実質1回目の継続バトル。なるほど、残り5ポイント。これ弱水か。キックで100枚。連続バトルやろう。あ、大ステージで失敗で衝動ってことは、確か大量のせか追撃確定ですね。今は動いてるから、とりあえず継続。これ普通の継続での百裂拳。とりあえず100枚。こっから追撃が入って。
まい。パドスタート。サウザー、あ、残り1ポイント。なんでこれ勝ったらエピソード。うわー、チャンスアップなしで奥義。ちょっとやばい。ここは一番負けたくない。このまま動いてない。これ北斗揃いで、なおかつこの商店の手前ですからね。とりあえず530ゲーム1659枚。最悪これは。まあまあまあ、しゃあないしゃあないです。なんか無理やり感のある当たり方ですね。まあ天井と169ゲーム、ボーナス戦追加投資なしでたくさんから、もらった手玉で。改めて周り見に行ったところで、まあ、全体的に、まあ、どうというか、まあ、目立って何かっていうところはなかったんですけども、まあ、そんな中で僕やってる友が初当たり一発目自体はまあ少しハマりましたけども、今1200ゲームぐらい回して500確率400合算が 49.5分の1と、まあ、全然打てる範囲なので、もう少しこのまま判別続けながら打っていきたいと思います。183ゲーム、シュナチェリー。さあ、広角なのかどうなのか。おいおい、何を出すとりゃ。天使号が794ゲーム発展です。まだまだ余裕が。うわっ、797ゲーム、おそらく中段チェリーからですね。マッチコインで当たりました。よっ、
のバトル。バトル勝利で140枚連続必殺技。おバトル継続で130枚3セット目バトルは進動いてる。あれ必殺技で自力立ち上がりなんで AT レベル高いかな。これで3連続必殺技、もしかしたらもしかするかもしれないって。100枚ピンチパターン。おお、珍しい。30枚バトル3枚無理。おー2拍いった。強チャンス目からの追撃で200枚はい。ゲーム天国300枚ありがとうございます。まあ、定説であることはないと思います。履歴からもそうですし。